はい、どうもケイジです。今回もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、今日は風の町アズランに来てます。で、今日はあの1月10日、なので毎月10日は天の日といって、ドラクエ10だけに、天の日といって毎月10日は、天の日となっておりますんで、天の日、じゃあ何があるのかよということなんですけども、大まか4つあるんですけども、まず、アストロティア放送局、今回はあの、宣伝コンテストワイワイ発表会ということで、あの時間帯によって今は行ってないんですけど、右上の方にあのドラキーのチャットで、ラジオ放送ならぬチャット放送みたいな感じで、ラジオ感覚で、おしゃべりしながら、というのが運営の方からそういうのがあります。はい。で、あと、もう一個、魔法の迷宮で、プーちゃんからあの運命のカードをもらおうということで、魔法の迷宮に行くと、プーちゃんが、出てくるんですね。で、プーちゃんに話しかけると、5種類の運命のカードの中から好きなもの1枚、プレゼントとしてもらえるということですね。はい。で、それと、今ここアズランに来てるんですけども、クーちゃんからあのプレゼントチケットをもらおうということで、今回は風の町アズランにいるクーちゃんに会いに行くとプレゼントチケットもらえる。毎回場所はそれぞれ違うんですけど、今回は風の町アズランということになってます。はい。で、毎月10日の日から、11日の日の朝6時まで、5時59分まで、が10日の日の朝6時から11日の日の5時59分までが対象天の日となってます。はい。で、このアズランにいるクーちゃんからプレゼントチケットをもらうんですけども、プレゼントチケットをもらうと、その名の通りプレゼントのチケットなので、アイテムと交換できます。はい。そのアイテムはちょっと今からまたあの交換屋はオルフェアにあるので、それはまた今から説明しますけど、でもう一個が冒険者のお出かけ便利ツール、超便利ツール、スマートフォンのね、DS でもあると思うんですけども、3DS またはスマートフォン版の冒険者のお出かけ超便利ツールで、のモンスター牧場の中で、福の神カードっていうのがもらえます。で、福の神カードは、魔法の迷宮で種族像に捧げると福の神が出現する、あの魔法の迷宮の、何回か前の 2,3 回前の放送の時にあのボスカードをあの種族像にあの俺捧げてたと思うんですけど、ああいう感じで福の神カードを捧げると福の神が出現するんですね。で、福の神を倒すとブワーって出てくるんですけど、福の神が倒すと福引券とか、スペシャル福引券とかもらえたりとかします。はい。それもちょっと覚えてたら後で言ってみようかな。はい。というのが天の日です。なのでとりあえずクーちゃんにプレゼントチケットもらう。はい。爆裂は爆裂は、毎月10日は天の日なので、天からの使者空剣山、会いに来てくれてありがとう。天の日はみんなでアストルティアに集まって楽しく遊んでほしい日なんだよ。今日は1月10日だね。お正月はお餅食べすぎて空のお腹が爆裂してたよって知らんがな。それはそうと、特別な日だから空に話しかけてくれたみんなに爆裂的プレゼントを差し上げます。はい。プレゼントチケット手に入れた。今あげたプレゼントチケットはオルフェアの町の交換やメリーポコに渡すといろんなものと交換してもらえるよ。それじゃ空、翌朝には修行の旅に出るけど、また来月の10日天の日になったらどっかに見参するから会いに来てねって。はい。いうことで、じゃあオルフェア見に行ってみましょう。今回ちょっとチケットは貯めておきたいので交換はしないですけど、
で、オルミアの町の、あ、これエテーヌの町が出てるのか。これ、オルミアの町のここ。交換屋、メリーポコ。この人。はい。で、まあ、釜のプリズムであったりとか、あの、錬金釜。錬金釜、まあ、おいおい、まあ、バージョン 2.3 のうちには出てくると思うので、まあ、錬金釜のプリズムであったりとか、メタル天馬プリズム、これドルボードを、あの、天馬、馬に変えることができる、ドルバイクプリズム、バイクに変えることができる、とかあります。スイーツボードに変えることができる。あとはヘルボード、モモンジャプリズム、カンオケプリズム、カンオケが走るというね。あとメタルメアショ、メタル迷宮ペア招待券とか、メタル迷宮にペアで行ける。プレイヤーさんと、2人で行ける。で、ものと。で、メタル迷宮にソロで行けるもの。で、カジノプレイチケットであったりとか、バトルロードチケット。まあ、いろいろあります。で、あと仕草書とかもあります。こういう仕草書って取引不可なので、やっぱこういうところで交換するしかないんですよね。それか、DQ10 ショップでも買えるのかな、ちょっとその辺は分かんないですけど、確かグーチョキパーとかも昔からあるから、もしかしたら買えるかも、いろいろ仕草とかもあります。花ちゃんをマジカルハットを花ちゃんに変身させる花、なるほどね。プラコンゴーレム、はい、家にいるプライベートコンシェルジュに、着ぐるみを着せることができる。で、宝珠の香水、これ使うと1時間宝珠が出やすくなる香水とかもあります。まあ、いろいろありますよ、本当に。超元気玉もそうだし、これは家具かな。あ、預言者学園、あ、なるほど。バージョン1のドラクエ10のバージョン1の藤沢さんが、バージョン1のディレクターだった藤沢さんが今やってるスマホのアプリのね、コラボの像なんだね、これね。学生服とか、あとドルバイクプリズム、あ、お友達紹介チケットとかもそうなのか。うん、これはお友達紹介した時にもらえるやつ。はい。まあ、天の日とか、天の日の詳しい内容については、冒険者のお出かけ、あ、冒険者広場、目覚めし冒険者の広場だっけな、正式な名前忘れたけど、とにかくそれが、この動画の概要欄に、リンク貼ってますので、よろしければ見ていただければと思います。はい、で、ということでプレゼントチケットは直しておきましょう。直しておくついでに何枚貯まったかちょっと見てみよう。プレゼントチケット、はい、あ、まだこのキャラではプレゼントチケット、あ、そっか、天の日とか俺行ってないのか、このキャラでは。あ、なるほど、1枚目だじゃあ、毎月行くようにちょっと心がけを、覚えてたら。はい、あとこれ、福の神カードを持ってる、福の神カードを持ってる、スマートフォンのね、お出かけ便利ツールで天の日にもらえるやつなんです。じゃあこれ福の神カード行こうか。モコモコパーク、神カード、敵自体は強くないんですけどね、雑魚敵は逃げるんですよね。雑魚敵を倒したら倒した分、福引券とかスペシャル福引、まあ、そこは福引券なのかスペシャル福引券なのかというのは運なんですけど、倒したら倒した分もらえるので、でも敵は逃げるんですよね。雑魚敵は逃げるので、まあ、早めに倒す必要があるので、なのでサポート仲間は、
間が、はい、まあ、僧侶だけは普通に命大事とかでいいんですけど、あとのあとはガンガンにしとこう。お、ふーちゃん来てるわ。100枚以上の。あら、こんなとこで会えるなんてびっくりです。お会いできて嬉しいです。風船三姉妹の長女プーです。毎月10日は天の日なんですよ。天の日はみんなでアストルテアに集まって楽しく遊んでほしい日なのです。今日は1月10日ですね。少し遅いけど明けましておめでとう。今年もよろしくお願いしますね。天の日に出会えたあなたに素敵なプレゼントを差し上げます。336時間の使用期限付きのカードを1枚だけあげるから、欲しいカードを選んでね。ガイア、バラモス、ドンモグーラ、ジェネラル、スライダーク、別にな。336時間か。モグラに行くか。モグラ大流玉、今でもガイアやったばっかりだからな。指輪もジェネラルか、スライダーク、ガイアでいいや。ガイアでいいや。結局ガイアでいい。ガイア、あれしよう。ガイアを錬金じゃなくて、なんだっけ、合成しよう。そんなガチな感じではやらないっていうね、コンセプトなので、ガイアでいいや。今ドラゴンガイアのその第一の流玉、あ、プラス2だもんね。プラス2、もう一回合成できるわ。うん、もう一回合成できるわ。ちょうどよかった。はい、いっぱい出た。おめでた。これなので、これはもう範囲攻撃するしかないわけですよ。ないな、だいぶ逃げたかな。まず、1日1回もらえる魔法の迷宮の福引券3号、これは普通にもらえるやつですね。あー、スペシャル福引券1個と福引券3枚か。しょぼいな、しょぼいな。さあ、じゃあついでにガイアに行くか。まあでもドラゴンガイアはもう行ったからね、行ったからね。まあでも行こうか、行こうか、せっかくだから。
同じ種類であればカードとコインでもいいのかな。例えばドラゴンガイアカードとコインを1回に 4つまで捧げることができるんですけど、例えばカード1枚とコイン3枚とかでもいいのかな。ちょっと分かる方いたら、分かる方いたらコメントお願いします。あ、プーちゃんまたいた。プーちゃんまたいた。はい、あ、1回だけだからもうもらえないのか。ごめんなさい、プレゼントは1回だけなの。また来月で。そう、何の話だっけ。あ、そうか、捧げるのはカードとコイン合わせてもいいのかって。カードはカードだけじゃないとダメなのか。まあ、もちろん同じ種類で、ガイアがガイアだけっていう前提のもとで、カードはカードだけじゃないといけないのか、それともカードとコイン混ぜて入れてもいいのかっていうね、どうなんですかね、それね。分かる方いたらお願いします。ハゲヨタ、ハゲヨタ、よし。危ないね、チャージ。さっきなんか動きが止まってから止まってたから、絶対なんかやるつもりやった。今回のサポート仲間さんは、ゆずりはさん、魔法戦士、フロディアさん、賢者、ルティナさん、僧侶となってます。あ、龍眼どっち、打撃、呪文、打撃か。で、賢者さんが霊の選定するまで待たないと。ハゲヨタ、ハゲヨタ、ハゲヨタ、あ、宣伝やった、あ、宣伝やった、倒した、よっしゃ。さあ、現物か破片か、お願い、現物出て。破片、しかも1個って、しかも1個って、はい。ということで、今回行くのは、メインストーリーの続きですね。あの冒険ガイドの方が恐竜に乗ってエテーヌの島にあるエテーヌの村に行こうということで、前回までのお話がこちら、大魔王マデサゴーラの居城、魔元宮殿を守る、結界を破るには伝説の天魔ペガサスの助けが必要だと賢者ルシェンダは言う。ペガサスの所在を探すルシェンダだったが、その調査に何か進展があったようで、ルシェンダのところへ行ってみようということで、まあ、ペガサスのことで、エテーネ村に行けば、何か分かるであろうということでエテーネ村に行きたいわけですけども、エテーネ村は地上、魔性の海に覆われてて、船とかでは行けない島なのにね、島で地上続きじゃないので、なので船で行くしかないんですけど、船では行けない、なので飛竜に乗って行きましょうということになって、前回飛竜を手に入れたわけです。はい、こうね。じゃあ、どこから飛べば近いのかな。メルサンディ、アラハギーロあたりから飛べば近いのか。じゃあ、
メガルーラストーンで、あ、そっか、このキャラまだレンダーしちゃいけないのか。じゃあ勇者姫のとこから飛ぶしかないのかな。ドラコの産地、この辺から飛んでもいいけど、まあ勇者姫のとこから飛ぼう。はい、ということで飛竜に乗ります。ピースケを呼びます。はい、来たピースケ、渋い、かっこいい。じゃあエテーネ、はい、ステルスピースケですよ。ステルスピースケです。はい、なんか魔性の海に魔性の波に覆われてる、魔性の霧に覆われて高波がどうとかで行けないみたいになってるけど、見た目はすごい穏やかに、エテーネの周りすごい穏やかに見えるけど、これでも行けないのかな。行けないってこと、はい、エテーネの村におります。すごい穏やかに見えるけど、何にも覆われてないように見えるけど、船じゃ行けないんだよね。エテーネの村行こう。はい、エテーネの村。はい、なんかいるんだっけ。花ちゃんがいるわ。僕何してるんだっけ、思い出せない物件。ああ、これ花ちゃん、俺のこのキャラの放送で初めて出てきたんですでしたっけ。忘れた、他のキャラとごっちゃになってるから。花ちゃん、はい、このあの花ちゃんのこのあのお花のあのね、あのピンクのひまわりみたいな、このお花には何か見覚えがありませんかってことですよ。じゃあここに行けと。エテーネの地下にこんなところがあったなんてね、あのオープニングの時の第1話目の時は全然わからなかったけど、実はこういう地下があったんですね、丁寧には。お、亀様。ふふ、ここで待っていれば会えると思っていました。あ、クローズてめえこの野郎。たまには手伝えよこの野郎。あなたは知らなかったでしょうが、この部屋は村に何かが起こった時、亀様を避難させるためのものなんです。あ、なるほど。この島に来られたということは飛竜を手に入れることができたんですね。おめでとうございます、刑事さん。次にあなたが何を求めているのか私には分かっていますよ。分かってるんなら手伝えっつんだよ。あ、ごめんなさい、今日も鼻声ですけど鼻炎で、もう申し訳ないです。本当この時期はもう仕方ないんで。ペガサスを探しているんでしょ。エテーネの大地で眠りについたとされる伝説の天馬ペガサスを。そうです、この亀様こそがペガサスなのです。え、どういうこと。かつての戦いで力を失ったペガサスは亀様に姿を変えて生き延びました。ほう、そして今は深い眠りについているのです。亀様に力を与え再びペガサスの姿を取り戻させるには天使の花が必要となる。あ、天使の花。でももうないよ、天使の花。清き道
清き水の洞窟に咲いていた花は焼き尽くされてしまいました。そうだよ、第1話で、第2話だっけ、忘れたけど、どっちでもいいわそんなこと。今ですがあなたならきっと新たな花を手に入れられるでしょう。どういうこと。さあ刑事さん、天使の花を探しに行ってください。この島のどこかにその鍵があるはずです。天使の花を探せ。あ、クエストに新しいクエスト紹介されました。迷惑料払い上げる。あ、これが今からやるストーリーじゃないのかな。違うんだっけ。あ、エテーネ村ってサポート仲間は出ないんだ。あ、サポート仲間出ないんだ。あ、そっか、町の中だからね。町の中っていう、町の中はサポの中も出ないよね普通ね。僕何してなるんだっけ、思い出せないプッケ。じゃあ鍵何、飛竜に乗ってエテーネの島にあるナルビアの町に行こう。丁寧の島のどっかにある天使の花があって話。あ、なんか冒険ガイドにはナルビアの町へで行こうってなってるけど、冒険ガイドがなかったとしたら、冒険ガイドは設定によって表示させるとかさせないとかできるので、冒険ガイドを表示させてない人はどうやってナルビアの町へ行くっていうヒントを、どうやってナルビアの町に行くっていうヒントにたどり着くのかね。まあいいや、まあいいや、冒険ガイド出てるからね。まあいいや。はい、サポート仲間さんこんな方たちですよ。みんな可愛い。で、もう一回ぐるーっとじゃあ回って降りるよ、降りるよ。はい、ナルビア、はい、ナルビア来た、うん、クエストに新しいクエスト、あ、便箋屋クエストね。はい、ミーチェさん、はい、ナルビアの町へようこそ。レンダーシア内海、内海の真ん中にある町だけど、普段はあまり注目されないところなのよね。しばらくの間誰も来なかったから心配してたんだけど、また島外から人が来てくれるようになって嬉しいわ。町の砂浜を抜けた先にあるスレア海岸なんてとても景色が良いおすすめ観光スポットなのよ。ただしそこに立っている小屋には近づかない方がいいかもね。大抵怒鳴られるみたいだから。小屋に、はい、冒険ガイドのはナルビアの町を北に出た先のスレア海岸にいる一生に話しかけようということで、はい、まあとりあえず町なので預かり所とかもある、郵便もある、宿屋もある、教会もある。教会ルーラストン登録しておく、登録しておく必要あるかな。まあいいや、登録しておこう。バザーもあるね。
おるそうぞ。わしは昔かなり腕の立つ僧侶での天才錬金術師の妹さんに見込まれ、妹？一緒に冒険したこともあるんじゃぞい。あ、そっか、僧侶のサポート仲間ってことか。あ、なるほど。常に戦いの一歩先を読み、回復魔法で妹さんのピンチを救うあの頃のわしは輝いておったんじゃ、ということで、これどういうことかというと、バージョン 2.3 を今現行のストーリーっていうのはバージョン4がリリースされてるんですけど、バージョン4がリリースされる前は、オフラインモードの続きっていうのが遊べてたんですよね。どういうことかというと、まず第1話目、エテーネ村で僕と妹がいるところから始まった、まあ、僕と妹、僕と兄弟キャラがいるところから始まって、でネルゲルに襲われてエテーネの島がやられた、で妹は、どっかに飛ばされた、飛ばされたというか飛ばしたのは僕、時渡りの術で飛ばされた、でそれで妹がたどり着いた町っていうのがここなんですよね。ここただ、じいちゃんが言ってるように、昔って言ってるように、妹は、まあ、今からちょっとネタバレになっちゃうけど、ある時代のここに飛ばされるんですよね。今の時代じゃなくて、ある時代のここに飛ばされるんですよね。妹は時渡りだから、時を渡って、でこの町で妹が、まあ、錬金の腕を磨いたりとか、町の人といろいろあった、まあ、人間模様とかもあったりとかして、とするようなストーリーをオフラインの続きとしてバージョン4が始まる前までは遊べてたんです。なので昔からやってる僕たちとかは、今日はドラクエ10メンテですとかなったりとかしたら、そのオフラインをちょこっとやったりとかしてた。オフラインだからドラクエ10がメンテの日もそれ遊べてたわけですよね。なのでただバージョン4からはそれができなくなった。もうそれは廃止になった。廃止になった代わりに、まあ後で出てきますけど、随所に本棚があるので、その妹の話が本来はオフラインでオフラインの続きでプレイしてたような話、オフラインの続きでプレイしてた内容が本になって今は残ってるだけなんですよね。なのでそれちょっと残念なんですけども、まあ今更ね、オフラインの続きとかあんまりする人もいなくなったってことなのかもしれないし、残す必要もなかった、もうないのかな、そういうのも残す必要って。まあそういうことです。オルソおじいちゃんったら毎日同じことばっかり言ってるのよ。あ、そのおじいちゃんね。オフラインの続きもね、いいストーリーだったしね、結構それはそれで面白かったんだけどね。ルセラさん、私はここで人を見てるのは好きなんだ。いろんな姿の人がいるから飽きないよ。だけど一時期いかつい見た目の借金取りがこの辺りをうろついてたことがあってね、あの時はみんな本当に怖い思いしたんだ。そのオフラインの続きができないだけに、ちょっとこの町の人の話はちょっとすぐ冒険ガイドの通りナルビアの北を出た先のスレア海岸の一章のところに行きたいんですけど、そのオフラインの続きは今はできないだけに、この町の人の話をちょっとよく聞いてから、行きたいと思います。はい、俺も随分年を食っちまったな。気づけば古くからの知り合いなんてもうほとんど残っちゃいね。かつてそこの家に住んでた一生は今もこの島のどこかにいるらしいが、かつてここに住んでた一生というね、はい、今は誰が住んでるんでしょう。トマスさん、困ったな。あれが壊れてしまったから近いうちに何とかしないと。あれとは、あれとは。でここにこういう光った本があるじゃないですか。光った本が、これがオフラインモードの続きとして読める本なんですよね。オフラインモードの、続きのストーリーが詰まってる本なんですよね。はい、
ょっと もう一人このおばあちゃんに話聞いてから、はい、あ、なんだって何言ってるか全然聞こえないよ、どいつもこいつも声が小さすぎだねおばあちゃんだ、耳が遠いんじゃないの、はい、これさまよえる錬金術師一巻という分厚い本が置いてある。この本は読むのにかなりの時間がかかりそうだが、今読んでみますかということで読みます。はい、これが妹の、妹と別れてからの妹の話の続きです。刑事はさまよえる錬金術師一巻を読み始めた。あれはひどい雨の日のことだった。未だ年若き、修道士だった私は巡礼のため世界中を旅していた。突然の雨から逃れるため大きな木の根元へ駆け込んだ私は先客に気づいた。それが謎めいた人物との出会いだった。さすらいの錬金術師妹と名乗るその人物は雨が上がるまでの間退屈しのぎにと、その奇妙な生涯のほんの一部を聞かせてくれた。これから書く物語はすべて妹から聞いたものである。その長い旅はさざみれ草原から始まった。はい、ということでムービーも見れます。なすびなら可愛い、もらった一定。何かにつまずいた、逃げられた。あ、この子はもしや。やいお前、なんでこんなところで寝てやがる。あとちょっとで狙ってた素材を奪えるとこだったのに、お前のせいで逃げられちまったじゃねえか。あ、なんだお前、ひって面してやがんな。まるでこの世の終わりでも見てきたかのような面だぜ。そう、エテーネに襲われ、あのネルゲルに襲われたエテーネ村から時渡りの術で飛んでここに来た瞬間が今ってことですよ。はい、はエテーネの村が大変だって。ははーん、お前海から流れ着いた流れ者だな。にしちゃこんな海から流れた離れたところで倒れてるってのも妙な話だが、ここは絶海の小さな孤島だ。あるのはナルビアって町が一つっきりで、エテーネの村なんて聞いたこともねえ。起きられるんならすぐそこのナルビアの町に行きな。流れ者だからって冷たくあしらうような町じゃねえからよ。今度邪魔したらただじゃおかねえぞ。この時妹は自分の身に何が起きているのかわからなかった。故郷エテーネの村が魔物に襲われ、自らもあわや命を生命を落とさんという瞬間、気がつけばさざみれ草原にいたという。生まれ故郷のエテーネの村へ帰りたい、その願いだけを抱き、妹は近くにある町ナルビアの町を目指した。ふう、リリオル帰ったぞ。ん？誰だお前。お前は外で転がってた流れ者だな、さっきの。勝手に俺の家に上がり込んで何してやがる。なるほど、その釜に興味を持ったのか。どこの馬の骨とも知らねえやつだが、そいつに目をつけたところは褒めてやるぜ。その釜は我が家に伝わる錬金釜だ。錬金術を使うためには欠かせない俺の命よりも大事な魔法の釜よ。そしてその錬金釜こそが錬金術師の証、つまりこの俺こそが選ばれし存在、今では数少なくなった錬金術師様ってわけだ。錬金術師、あ、なんだって、錬金なら自分もできるって言ったか。適当なこと抜かすんじゃねえ。なら証拠に条約層錬金してみやがれ。条約層のレシピぐらい知ってんだろ。てんてんてんやがな。まさか条約層のレシピも知らねえのか。
そんなんでよくも錬金できるだなんて言えたもんだ。ほらよ、この本くれてやる。妹は初級錬金学入門を手に入れた。さあ、俺の錬金窯で条約層を錬金してみろ。本当にやれるもんならやってみやがれ。できた？そんな、まさか。すげえじゃねえか。なんでお前に錬金ができるんだ？できるんだ？は？今まで箱で錬金していたって。そう、変な花をね、変な花の帽子をね。箱に魔力が宿るなんて聞いたこともねえ。そんなもんで錬金してたってお前。ん？俺も少し前まではこの釜を使って何でも錬金できたんだ。それがあの日以来突然できなくなっちまってな。釜がぶっ壊れたせいだと思い込んでいたが、おかしくなったのは釜じゃなくてやっぱり俺の方だったってことか。まあ錬金妹ができたからね。おい、馬の骨、馬の骨って、お前に頼みがある。メラゾネツにかかって死にかけてる俺の娘リリオルを治す薬をお前に錬金してもらいてんだ。メラゾネツ、あ、メラゾネツって言えば、あの装備枠の拡張クエストで、あのプクリポのあのあいつが、あー瓶割っちゃったみたいになった、あのメラゾネツ、ササラナさんのお母さんの。さあ、こいつを受け取ってくれ。妹はメラゾネツの薬の本を手に入れた。メラゾネツってのは大昔の恐ろしい病気だ。俺が素材集めなんか手伝わせたばっかりにリリオルをこんな目に遭わせちまった。頼む、俺に代わって薬を錬金してくれ。材料の目覚めの花とレッドベリーはどっちもその辺で簡単に手に入る素材だ。メラゾネツの薬を作ってどうかリリオルの命を救ってやってくれ。一生というこの男と出会わなければ自分の人生はまるで違ったものになっただろうと妹は語った。一生の娘リリオルのため妹はメラゾネツの薬の錬金を試みる。やってくれたか。すげえぞ馬の骨。馬のその呼び方なんとかなりませんか。さあ、その薬を俺にくれ。すぐにリリオルに飲ませよう。妹は一緒にメラゾネツの薬を渡した。ありがてえ、恩に着るぜ。はあはあ、リリオル、薬だぞ。さあ飲め。一生はリリオルにメラゾネツの薬を飲ませた。気持ちよさそうな顔になった。安らかな顔になった。呼吸が少し穏やかになってきた。早速薬が効いたんだな。お前は娘の命を救ってくれた恩人だ。これからは馬の骨だなんて失礼な呼び方はできねえな。そりゃそうだよ、そりゃそう。ちゃんと呼んでください。名前で妹っていう名前がありますから。よし、これからお前のことは宿なしと呼ばせてもらう。それは確かに間違いではない、間違いではないけども、確かに家がないけども、大したもてなしはできないが薬を作ってもらった礼がしたい。今夜はぜひうちに泊まっていってくれ。妹は一生から手厚いもてなしを受けた。リリオルの病状は目に見えて落ち着いてゆき、一生と妹も眠りについた。そして夜が明けた。おい宿なし、起きてくれ。メラゾネツの薬が効いてリリオルが元気になったんだ。お前のおかげだ。なんと礼を言っていいか。ぜひリリオルにも挨拶してやってくれ。よかった、元気になって。父から聞きました。あなたが私の薬を作ってくれたと。薬がなかったら私はあと数日のうちに命を落としていたそうです。助けてくれてありがとうございました。お前がいてくれて本当に助かった。もしリリオルまで失うことになったら俺はどうなってたかわからねえ。
なあヤドナシ、お前一体どこから来た？どうしてあんなところで倒れてたんだ？妹は故郷のエテーヌの村が襲われ、気づいたらこの島にいたことを話した。エテーヌ？妹ってエテーヌの人なの？私エテーヌの村のことを知ってるわ。え？ほら、これを見て。少し前に拾ったボトルレターなの。あ、海に流れてくるというボトルレター。ボトルレター？そういや前に海で手紙が入った瓶を拾ったとかなんとか言ってたな。この手紙にこう書いてあるわ。いつかこのエテーネの村で一番幸せなカップルになろうねって。確かに書いてあるかもしれねえが、それだけの内容じゃエテーネの村がどこにあるか分からねえだろうが。でもきっとそんなに遠くないよ。だってこの瓶が割れないで流れ着いたくらいだもん。怒った。ねえ妹、うちで暮らしなよ。エテーネの村の場所が分かるまでずっとうちにいればいいよ。はあ？てめえ勝手に決めてんじゃねえ。この家の主は俺だ。お父さんはもう錬金できないんでしょ？なら妹が代わりに錬金釜を使ってくれた方がみんなのためになるわ。てめえリリオル、元気になった途端言いたい放題だな、この野郎。クローズてめえこの野郎みたいな。すいません、俺も人の暴言を聞いて自分も暴言言ってるんだなということに気づきました。すいません、本当これからは以後気をつけます。はい。そういうわけでお父さんのことは気にしなくていいからよろしくね妹。そういうわけでって話全然、父ちゃんと全然話つながってねえけどいいの？くっそー、よくもそこまで俺を無視して話を進められるもんだな。全く。それは一生の言うことも正しい、一理ある。面白くねえがしょうがねえ。うちに置いてやってもいいが、ちゃんと俺の言うこと聞くんだぞ、宿なし。いや待てよ。住む家が決まっちまったとなると、お前のこともう宿なしとは呼べねえな。うん、失礼します。そうですよ。いい加減妹ってちゃんと名前があるんですから呼んでくださいよ。よし、これからお前のことを居候と呼ばせてもらう。それは間違いではない。間違いではないですけども。ありがとうお父さん。お父さんならきっと賛成してくれると思ったわ。いや、イソロ、俺の錬金釜を使わせてやるんだから、キビキビ働けよ。ぐうたらしやがったら承知しねえぞ。クイッて、親指。この町で錬金に励んでりゃ、いずれ故郷に帰るための手がかりが見つかる日も来るだろう。俺の勘だがな。よかったわね、妹。故郷に帰れるように私も応援するからね。ここまでかな。こうしてさすらいの錬金術師妹は一生のもとで錬金術の修行をしながら故郷エテーネの村を探すこととなった。さまよえる錬金術師2巻へ続く。はい、ということで1巻終了です。どうです、面白いでしょ。これをオフラインでできてたんですけども、今はもう遊べないんですね。はい、ということで、録画時間がそろそろ50分だけど、今日クエストね、あのバトルも服の神とドラゴンガイア行っただけだから、ちょっとクエストはやっておこうか。スレア海岸ね。はい、あ、でも町の人の話もいっぱい聞いてないからまだ。聞いてから。私はここで人を見てるのが好きなんだ。いろんな姿の人がいるから飽きないよ。だけど一時、あ、この人のセリフ読んだね。だけど一時期いかつい見た目の借金取りがこの辺りをうろついていたことがあってね、あの時はみんな本当に怖い思いをしたんだ。あ、そっか、一生の家に行ったら第2巻もあるからね。あ、言っちゃった
言っちゃったけど。さんだっけ。あ、素材も売ってる。あ、そっか、錬金するところだったからね。そうだそうだ、ここでほんと錬金の道具とか買ってたわ。そういや、あ、宝箱、ビンゴ券、ビンゴ。いけるけど別に何もねえ、何もねえっしょ、何もねえ。あ、そっか、後ろに入っていて話聞けばいいのか。祖父の代から続くこの店を僕と妹でしっかり守っていきたいんだ。なるほど、妹。ラニエロ兄さんたら、早くお姉さんを、あ、お嫁さんをもらってくれないかしら。私は島を出て都会暮らししたいのよね。なるほど、妹らしいな。なるほど、妹の言うことっぽい。いかに待ち、いつの頃からか沖に出ると急に海が荒れ出すようになってね。それで島の外とは行き来できなかったんだ。だけど最近また人が来るようになっただろう。まだ沖の方は荒れたままだってのによく来られるよなって感心してるんだ。まあね、飛竜で。一期一会、仲間を紹介してほしいときはカウンター越しに話しかけてくれよな。はい、おや、どうされました。こんなところまで入ってこられて落ち着いて勤めを果たせませんよ。すいません、それは失礼しました。ダルゴ、昔この町には有名な錬金術師が住んでたらしくてさ。お、妹のことじゃねえ。その錬金術師のことを未だに聞きに来るやつがいたりするんだ。俺の他にも木々に来るやつがいるってこと。でもそいつが住んでた家が売られた時、売られた？焦げ跡やら傷やらひどかったらしくてね。本当にすごい錬金術師だったな。相変わらず失敗してたのかな。あと行ってないのはどこだ。全部行ったね。砂浜にも確か人がいたと思う。オフラインと同じような感じなら人がいるはず。オフラインの続きモードがどんな感じだったかというのは、僕の、これドラクエ10サブ実況っていうタイトルになってると思うんですけど、サブじゃない方のタイトルで、バージョン 2.3 を始める前にみたいなタイトルで、まだ動画残ってるので、どんな感じか見たい方はどうぞ、よろしければ見てください。伝説の霊槽という本。かつてこの地のどっかには天使の花と呼ばれる伝説の霊槽が咲いていたという。その花はある一族によって守られてきたが、花とともにその存在は忘れられて久しい。かの一族の名をエテーネという。なるほど、そうだ、俺大体天使の花を探すためにうろうろしてるんだったわ。忘れてた。俺はガキの自分から読書が大好きでな。おかげで学者として身を立て、ちょっとばかり出世することもできたんだ。それはようござんした。本ばかり読んでる子供の頃の俺を叱りもせず好きにさせてくれていた母さんには感謝してもしきれないな。ん？お前よく見ると俺が子供の頃にこの町に住んでいた錬金術師に、うん、どことなく似ている。あいつはやっと一流といえる錬金術師に成長したかという頃、
町の誰にも行き先を告げずに姿を消してしまった。え、おそらく借金でもして夜逃げしたんだろう。え、借金取りらしい男は様子を見に来るもんだから、あの家の住人はよく変わったよ。マジ？私不思議なものは大好きなの。この島の7つの色の祠とか、ずっと、ま、南の、村の跡地とか調べてみたいな。不思議なもののためだったらどんな怪我も、どんな魔物も怖くないよ。ああ、ずっと南まで行ってみようかなってことで何かのフラグかな、フラグかな。お、ふくりぽいる。あ、今の子はドワーフだったしね。ふくりぽもいるわ。アウタタちゃんがここがいいって言うからこの町に来たけど、私ちょっと心配なの。夢中になるとすぐ周りが見えなくなるから。だから私、アウタタちゃんが無茶しそうになったらいつも陰ながら止めてあげるの。ずっと昔にね、この町にもそんな姉妹がいたって町のおじいちゃんに教えてもらったの。姉妹が。この町も以前は人間しか暮らしていなかった時代があったが、今はいろんな姿の者たちが来るようになった。初めてプクリポさん見た時はたまげたが確かに話してみたら楽しい人でな、すぐに仲良しになれたんじゃよ、うん、これいけないのか。お、井戸もあると。井戸入れるのかな。あ、入れる。あ、スライムがいる。プルプル、ねえ知ってる？僕ってとっても長生きなんだよ。この町にはもう数十年はいるかな。人間たちの暮らしは変わっても僕はずっと変わらない。人間と僕ってどう違うのかな。さあ見た目じゃね。見た目じゃね。人がいる。死にっか。砂の感触って気持ちいいよね。足の指の間からニョワワワワってする感じが好きでやめられないの。どうでもいいわ。どうでもいいわ。もう、お話の続き。お話の行き先、もっと光を。お話の行き先もっと光を。え、預かり所になってる。キャラの場所。え、もっ、あ、もっと光をは、あれでしょ、便箋屋のクエストってことでしょ。もっと光を、これね、便箋クエストってことでしょ。はい、じゃあ、スレア海岸っていうところに出るんですけど、まあ59分、まあ1時間だね。なので本当すいません、ちょっと一章のところに行くつもりだったんですけど、今回はまあムービー編ということで、妹の続き編ということでご勘弁願えればと思います。この続きはまた次回やりたいと思うので、一章のところに行ったらまた次の本とかあったりするので、またそれを見たりとかするとまた時間ちょっとかかっちゃうので、ちょうどキリが悪いんだよね。悪いので今回はここまでにしときたいと思います。はい、申し訳ございませんということで、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それと応援の高評価をクリックお願いいたします。それとツイッターのリンクが動画の概要欄に貼ってますので、よろしければフォローしていただければと思います。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。